一世のせこんにちは、ひまです。今回はですね、なんともう今どこにいると思いますか？あ、そうそうそう、カラオケです。でね、カラオケにいるんだけど、なんと今日はエフちゃんがいます。もうほんと中学からマブダチ、もうね3年間同じクラスで、今もずっと仲いいし LINE もよくしてるんだけど、もうそのエフちゃんに初顔出しをしてもらいたいと思います。これほんとガチで、だからエフちゃん今から登場するから、みんなぜひ最後まで見てください。で、今日はね、カラオケに行って、まあ、その後遊びに、またね、いろんなとこに行くんだけど、まあ、その一日を撮っていきます。では、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ではね、エフちゃんに登場してもらおうと思います。エフちゃん登場まで3、2、1、お願いします。こんにちは。おー、かわいい。この子、じゃあちょっと自己紹介を。こんにちは、エフです。ちょっともっと詳細が、あ、そういうこと。いいよ。はい、高校1年生の女子です。見たらわかります。はい、はい、あ、で、本当中1、中2、中3と同じクラスで、まあ、結構動画にもね、3、4回出たことはあるんだけど、うん、どうですか、顔出した感想。え、めっちゃ緊張します。ウケる。でもね、もう高校も違う高校だから、そうだから久々なんだよね、会うのも。うん。で、ちなみに今日はカラオケの後何をするんですか？今日は公園でピクニックします。おお、しかも夜。そう、夜。でも夕方の4時ぐらいから準備始めて、まあなんか買い出しをしたりねするんだけど、まあそれで夜おしゃれなピクニックをします。あ、ちなみにエフちゃんね、めっちゃモテます。モテない。おい、カメラ外と言ってるの違うの。本当にモテるの。私が高校入ってゼロなのね、告白された回数が。でもこの子めっちゃ多いの。しかも中学でもめっちゃ怒られてました。じゃあ歌っていきます。うわ、92点ですよ。まだまだです。はい、今一緒にエフちゃんの部活グッズを買いに行って、で、あ、ね、これとか置く？ハッピーバースデーとりあえず置いとくみたいな。でも自分で持ってきて、カートに。絶対飛ぶよそれ。やるでしょ。やる。で、今ダイソーにいます。なんでかというと、夜キャンの準備をしてるので。キャンドルどこ？何コーナーだろう。ね、キャンドルって何コーナーなの？生活雑貨みたいな。生活雑貨、確かに確かに。え、絶対ここら辺にある気がする。磁石ら辺上にある気がする。え、あ、マジで鼻水がうまかったの。エフちゃん自分で分かったでしょ、鼻水が。でも2回目歌えなかった、時間的に。そうそうそう、でもマジで鼻水上手だった。マリーゴールド勝ちました。何回言うね。はい、今、買い出しができて、こうやってケンタとかドーナツとかスタバとか買えたんだけど、エフちゃんは今何をしているかというと、映したいと思います。なくていいね。ちょっと一回目隠してもらっていいですか？あの手でいいね。はい、エフちゃんはというと、なんとこの爪にネイルチップをつけるそうです。あ、いいですよ、もうか。ネイルチップをつけるんだって。つけてください。つけるとこ取んなくていいから。で、今から早速夜ピク開始していきます。ちなみに今もうね、夜の4時半とかだから。ちなみにちょっと私たち夜ピクをするためにすぐちょっと遠くのねとこに来てるので、まあ、帰りはママとパパに迎えに来てもらいます。ね、めっちゃピクじゃない？やっぱり今の裏話してなんかない？中学の時の。マジでずっと寝てました、授業中。本当に違う。なのになんか寝てる割には授業の内容分かってるんですよ、あの後で聞いたら。だからどういうことみたいな。え、なんか意外とちっちゃくなってる。だから本当に全然ちっちゃくない。薄い。え、レインコートこれ。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ほら、聞いたらこうなる。ちょ、でも今結構寝てたのは、まあ、事実。私高校でも結構寝てるわけ。高校でも寝てるんかい。ちょ、寝ちゃうの。私の場合ちゃんと起きてるのにもかかわらず授業内容入ってきてない。え、どういうことみたいな。どういうこと？本当にどういうこと？じゃん。え、でも高校は結構頑張ってると思う。そうか。結構ギャルしてます。だって髪の毛茶色。
え、でもこれ黒染めして、黒染めしたんだ。そう、色落ちしてる。見て、できました。マジでかわいい。最高最高。あ、かわいい。今のも動くかな。サングラス1個のがおしゃれね。これもね、買ってきたのね。だからこれにコーラを注ぐとこもこうやって撮ったら絶対かわいいから。夜ピクだけど、もう夕方ピクに行く。いい。はい、見てください。おしゃピク完成。え、かわいくね。かわいい。結構かわいい。これは完成度高いと思います。めっちゃ写真撮ったよね。何枚撮ったんだろう。100枚ぐらい撮ったんじゃない。これもね、めちゃくちゃいい役目をしてて、これに後でコーラを釣ります。はい、かわいい。今から動画撮影をします。じゃあ、え、嘘やん。嘘やん。二人じゃね。ぴったりに。爪がおしゃれ。せーの、 KP。 OK。 あ、いいね、いいね。 KP 食べよう。どうぞ。ドーナツ食べようぜ。あ、美味しい。めっちゃ溶けてる。え、そういうやつだよ。はい、というわけで帰ってきました。ただいま。アルマちゃんもただいま。暑い暑いけど、もうほんと久々に今日 F ちゃんと遊んだんだけど、本当に楽しかったし、まあね、あの F ちゃんと遊ぶときいつも楽しいんだけど、あの本当に楽しかったし、本当になんだろうな、いろんな、まああのカラオケ行って夜ピクして、マジでも最高だった。だからみんなもやってみてね。なんか周りにマジで高校生が、みんな夜ピクするために来てるのか分かんないけど、マジ10組ぐらいいたの。すごいぐらいいて、だから全然安全だったしね。ちなみに今の時刻が8時20分ぐらい、8時半ぐらいなんだけど、本当にもう最高だったしね。もうケンタでめちゃくちゃお腹いっぱいなんだけど、まあカラオケも歌ったし、ゼロカロリーというわけで今回終わりたいと思います。というわけで今回は、F ちゃんと一緒に、あ、F ちゃん初顔ですよね。一緒に、夜ピクをしたという動画でした。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。最近なんか、バイバイの言い方が気持ち悪いな。バイバーイ。てか、あのさっき、F ちゃんのママと会ったんだけど、マジで、ちっちゃい、背が。うん、ちっちゃくて可愛いの。すごい、なんか。うん。ね。ね。